43,980円。ん？3,200円ね。あれ？やまばしラベです。さて、皆様、突然ですが、あなたは無駄なもの、遠回りというものに対してどういう考えをお持ちですか？例えば、あなたが今とある目標、ある目的を持っていたとします。ああでもない、こうでもないと、いろんな方法、手段を使って結論に成功を導き出そうとするはずです。その結果、一つの方法、一つの手段しか成功につながらなかったりするものです。そこでです。その試行錯誤をして結果につながらなかったいくつもの手段、方法というものは果たして無駄だったんでしょうか？その無駄だったものこそがあなたの知識、財産に変わっていくんじゃないんでしょうか？昨日、僕はとある動画を撮りたくて下北沢に行きました。とある動画というものはこちらのセーター、一昨年買ったこちらのセーターにまつわる話をしたくて下北沢に一着のセーターを買いに行きました。その結果、下北沢で購入した服はこちらです。あれ？一着、この動画にまつわる話をしたくて、セーターを買いに行ったんですよね。今後着るとか着ないとかそういう感じじゃなくて、とりあえずその、この動画を撮りたいがためにね、古着でいいから、ちょっと縮んだセーターないかなと思ったら、あれ？大体そもそもさ、縮んだセーターなんてさ、売るわけないよね。え？年末ですか？初売り？初売りってきた？あれ？もしかしたら初売りってきたよ。ちょっと早いね。1ヶ月ぐらい早い、初売りは。はい、というわけでございまして、皆様、ですね、すいませんね、茶番が長くて、こちらの、ね、こんなに買っちゃったんですよ。本当はそのセーターの話をしたかったんですけど、ちょっとそのセーターの話は、後日っていうか、まあ2本3本先になっちゃいそうです。この洋服を買ったことによってやりたい動画がちょっとだけ増えちゃったので、そうなんですよ。だからちょっとそれだけ待っとってもらいたいなーっていう感じですね。というわけで今日は購入品を紹介します。下北沢のですね、この入浴場なんですかね、ここがね、俺結構行くんですよ。当たればなんですけど、結構可愛い洋服が安く売っとったりするんだ。ここのお店と、あともう一つ、下北沢に700円均一のとこ行ったっちゃう。 T シャツも、シャツも、セーターも、デニム、ズボン、まあ、ジャケットみたいな。全部700円っていう、超激安のとこがあって。これ何でもよかったっちゃう、本当にセーターは。そこに行って買ったもの。そしてここのニューヨーク、ジョーで買ったものを今日は紹介していこうかなと思います。じゃあエントリーナンバー。1です。エントリーナンバー1はこちらのシャツですね。70年代のアメリカを感じさせる、このまずボタンがテカテカしております。ジーンズスターって書いてます。ジーンズスターってなんやってなるっちゃけど、タグ見たらね、ミノッチがおるんよ。ミノッチがおるけん、これミノッチは買わないかんと思ってね。ミノッチは本当はアンディっていう名前かもしれん。こんな感じです。可愛くないですか、このシャツ。これですね、2800円でしたね。なかなかないおしゃれなおシャツだったので、そうなんです。ちょっとこれは買うか迷ったんですけど、こちらの商品はやっぱ決め手はミノッチが後ろにいたことですね。ミノッチじゃん、やっぱり。エントリーナンバー2。エントリーナンバー2はですね、もうすでに来ているんですよ。え、ちょっと待って、最初の服装と全然変わってなくないって思ったやろ。違うっちゃーん、実は履いとっちゃーん、ズボンちゃーん、白いの出とるっちゃーん。白いの出とるってか、別に下ネタじゃないけん、今の全然下ネタとかじゃないけんね。白いの出とるっていうのは紐が出とるよっていう感じで、その急に下ネタを喋ったわけじゃないですよって。まあ、ズボンじゃーん。このズボンちょっとわかんないかもしれないんですけども、まあ、ちょっと白いのいっぱい出しておきます。
え、何を言いよんねやろ俺。この紐が中に入っていて、この紐で調節できるのと、このボタンも可愛いですね。このズボンのここにボタンがあるよみたいな感じも可愛いですよね。フェルトってなんかモコモコっていうか、なんつうとかね、この生地は。この生地はなんていうと、俺ちょっとよくわからんちゃうけど、こちらも2800円でした。安い。これは安いと思う。ちょっと見らんといてもらえますか。エントリーナンバー 3! エントリーナンバー3はですね、こちらのセーターでございます。いや、こちらのセーターは、さっき言った700円均一のところで見つけたんですよ。このセーターと、さっき見せた、このセーターを使って、ある動画を撮りたいなと思うので、それはちょっと後日、楽しみにしといていただけたらなと思います。結構全体的にね、もうこの辺はダボってしとっていいっちゃけどね、丈がちょっとチュピってなっとうけん。そうなんですね。まあでもなんか全体的にこう、なかなかこんな柄のガラガラのセーター持ってなかったんで、まあ1着ぐらい持っててもいいのかなと思ってですね、購入しましたね。最後のエントリーナンバー4はこちらのセーターでございます。俺昔からこういうね、ちょっとモコモコってしたセーターが欲しかったったい。まあ、欲しくなった理由っていうのは、完璧に、スマップの影響というか、ソフトバンクの昔の、まだスマップが、CM に出とった頃にね、だからニューヨークかどっかで、このカウチンセーターかなんかをね、みんな着とってからね、撮影しと、なんか、CM があってからね、いや、これめっちゃいいと思って、俺もこういう感じのセーターめっちゃ欲しいってずっと思っとったっちゃけど、まあ、買ってなかったったい。古着屋さんに行ったらさ、売っとったけん。で、これがね、安いと。ほら、3200円なんですよ。カウチンセーター。かわいいって思って、ここに鳥がおるね。で、ここにも鳥がおる。で、後ろにも鳥がおるよっつって。俺の声聞こえてますか？やっぱり古着屋さんやけんさ、ちょっと毛玉というか、なんかすごいったい？毛玉もすごいし、あとちょっと汚れがあるんじゃないかなっていうね、ちょっと恐怖感もあってから、で、昨日の夜にね、このカウチンセーターの毛玉の取り方とか、洗い方っていうものをね、ちゃんとネットで調べようと思って見よったった。そしたらすごいことを見つけてしまったと。わからんよ。詳細はわからん。詳細はわからんけど、このセーターちゃんと見とって。目に焼き付けとってね。はい、どう？見た？ちゃんと見た？ちゃんと見た？ちゃんと見とってね。で、こちら。ネットで調べよったら、カウチンセーターで。出てきたっちゃん。これさっき見たやつと一緒じゃない？ボタンもこんなんなっとったよね。見ます？ボタンもなっとやろ？ボタン一緒の感じやね。この木のね、木でできとっちゃん。で、なんか一つ一つね、違うと、形が。木も。木やけんさ。形はやっぱ違うやん。こちらの値段見て。さっき俺が見せたこちらの値段見ます？さっきこの服を見せた時3200円って書いてたでしょ？こちらのセーター、このカナタっていうブランドらしいんですけど、43,980円。ん？ 3200 円ね。ん？ 43,980円。ん？ 3200円ね。あれ？いや、まさかね。いや、わからん。俺このブランド全然知らんかったった。いや、単純にこれ可愛いやんって思って買ったっちゃ。もしそうやったら何パーセントオフ？ 93% オフ。若干だけね、ポッて出たらわかるけど、これ若干だけ違う、柄が若干違うっちゃ。若干ね。やけんね、違うかもしれんけど。けどいい。もしこれね、このセーターのことすごくよく知っとう人がおって、コメントで、いや、これ立ちもんですよとか、本物ですよって書いとったら俺は信じるけど、もしパジモンですよって言ったら俺はもうそれは知らない、見なかったことにする。何も知らなかったこと、見なかったことにするし、いや、これは古着で買ったカウチンセーター、もうそれだけ、それ止まりにしようかなって思っています。いやー、でもね、どうですか、無駄なものと思います？無駄だと思いますか、この買い物は。俺は無駄だとは思っていない。むしろいい買い物をしたと僕は思っています。そうです、あなたのその無駄なもの、遠回りというものの考え方変わったんじゃないでしょうか。はい、
本日の動画は以上でございまーす。どうだったでしょうか。いや、古着ってやっぱり面白いよね。やけんちょっといろんな古着屋さんとか行ったりとかして、まあなんか探しよくだけ、別になんかなんて言うんだろうな、目的のものがなかったとしてもさ、もう見とくだけで楽しいしね。ね、なので実はまだ服紹介したいのがあと2着だけあるんですけど、それはまた次回紹介するのと、あとこのね毛玉っていうものがちょっと気になるから、次回の動画はこちらの毛玉をなんか綺麗に取る方法みたいなのをですね、紹介していこうかなって思います。さらにこちらのセーターの動画もですね、出していくので、これもね本当に冬だし、ちょっと今後いっぱいセーターを着ることが多くなってくると思うので、本当にねためになるような動画になるんじゃないかなって思っています。以上、宝部良二でございました。最後まで見てくださいまして誠にありがとうございました。また皆様のお帰りをお待ちしております。それではまた次回の動画で。ちょっと買いました。グッバイ、さよなら、大ちゃん、アディオス、バイバーイ、じゃねー。